2009年会1日本グランプリは2009年の F1 世界選手権第15戦として10月2日から4日に鈴鹿サーキットで開催された正式名称は 2009FIAF1 世界選手権富士テレビジョン日本グランプリレース鈴鹿での開催は3年ぶりである FIA との合意により当初はこれ以降奇数年を鈴鹿で多摩数年を 富士スピードウェイで開催するとしていた。しかし、2008年暮れの世界的不況により、鈴鹿サーキットの親会社にあたるホンダ研工業が F1 から完全撤退すると発表したため、鈴鹿での F1 開催も危ぶまれたが、2009年を含む2011年までの3年連続で、鈴鹿サーキットで開催されることが公式に発表された。なお、 この日は2年ぶりに中央競馬の GI レーススプリンターズステークスと日程が重複した。このため会1グランプリ中継の放送時間とスプリンターズステークスのレース発送時刻を調整し、会1グランプリ中継は13時40分から15時40分までの放送、競馬の発送時刻は例年15時40分発送予定のところを5分。 遅らせ15時45分発送予定とすることにより、双方の実況の生中継を実現した。この年、鈴鹿サーキットは、東コースの再舗装が行われ、試験出口からデグナーカーブ手前までの前半区間の路面のグリップ力が高くなった。しかし、西コースは急舗装のままだったため、グリップ力に大きな差が生じた。 ドライバーによってはその違いを把握しきれず、高速で通過する、デグナー入り口でアウト側のダートにはみ出し、デグナー出口でクラッシュするというケースが相次いだ。フリー走行3回目で失敗したマーク・ウェバーを除けば、2007年以降に、第1デビューし、鈴鹿初体験となるドライバーたちがこの罠にかかってしまった。また、フリー走行では、金曜日が一日中雨であり、 ドライでのテストが土曜日の1時間しかなかったために各チームは少ないデータでの戦いを強いられた。レッドブルのマークウェーバーがフリー走行3でのクラッシュによりマシンを破損してしまったために予選は出走せずに決勝レースはピットレーンからのスタートが確定している。気温摂氏26度、路面温度摂氏40度、湿度44%の条件下で予選がスタート。 91、編集トロロッソのセバスチャン・ブエミが、先頭で、アタックに入る。ブエミは、午前のフリー走行3で、トップタイムをマークしていたが、急舗装へ侵入した。直後のデグナーでマシンを遠赤に乗り上げ、急コーナーのフェンスに接触してしまう。しかしブエミは、なんとかピットまで戻る。半分が経過し、トヨタのヤルノ、トゥルーリ、レッドブルのセバスチャン・ベッテルの2台が、 ハードタイヤでトップタイムを更新し合う展開となる。結局ベッテルがトップタイムで9-1が終了し、フェラーリのジャンカルロフィジケラ、ウィリアムズの中島和隆、ルノーのロマングロージャン、ホースインディアのビタントによりウッチが9-1敗退となった。9-2編集最初にフェラーリのキミライコネンがタイムを出すが、直後に9-2初進出となったトロロッソのハイメ・アルグエルスアリー。 9コーナーナでクラッシュ残り11分15秒で赤旗中断となる。約8分間の中断を挟み、予選が再開。トヨタの2台がすぐにアタックに入る。トゥルーリがトップタイムをマークするが、直後にチームメイトのティモグロックが最終コーナー手前でフェンスにクラッシュ。残り7分49秒で2度目の赤旗中断となる。約17分間の中断後、 再度セッションが再開。ルノーのフェルナンド・アロンソとウィリアムズのニコ・ロズベルグが真っ先にコースに出る。15分だった急にが実質半分の時間となってしまったために、ブラウン GP の2台、ホースインディアのエイドリアン・スーティルなどは一度のみのアタックで勝負をかける。しかし残り10秒を切ったところでブエミがスプーの立ち上がりでウォールに接触、西ストレートにパーツが散らばり、 イエローフラッグが提示される。しかし一度もタイムを出していないブラウン GP の2台とスーティルはイエローフラッグが提示された区間を速度を落とさずに通過し3台とも10番手までに入る。この結果、ロズベルグ、アロンソ、BMW ザウバーのロバートクビサの3台とクラッシュしたクロック、アルグエルスアリの2台が急に敗退となった。ブラウン GP の2台とスーティルのタイムが認められ、 三代とも、Q3 に進めることとなった。Q3、編集 Q3 が始まり、スーティルが真っ先に、コースに出て、アタックを始める。しかし後に続いた、マクラーレンの兵器小払い年がデグナーで遠園に乗り上げ、ウォールにクラッシュ。残り6分49秒で3度目の赤旗中断となる。約5分間の中断後、Q3 が再開され、 ライコネンが真っ先にコースに出てアタックを行う。残り3分を切り、ブラウン GP の2台がコースに出る。この2台は急に同様最後の1回のアタックのみで勝負に出る。残り1分を切ったところで、ベッテルが132.160でトップタイムをマークし、このタイムを上回るマシンが現れず、ポールポジションを獲得。2番手に地元グランプリとなった。 トヨタのトゥルーリ、ハミルトンが3番手に入った。ワールドチャンピオンを争うブラウン GP のルーベンス・バリチェロ、ジェンソン・バトンは、それぞれ5番手、7番手となった。は、会一での鈴鹿発挑戦のドライバーハット ABCD 域破たく間で減速しなかったとして、グリッド広角のペナルティ。Q3 で1周目のデグナーカーブでクラッシュし、タイムを出せなかった。九二の スプーンカーブでクラッシュし、Q3 に参加できなかった。セバスチャン・ブレミは、Q2 のクラッシュによって5グリッド広格のペナルティ。また、破損したマシンでピットまで戻ったが、これが妨害とみなされ外国を受けた。Q2 の1周目の最終コーナーでクラッシュし、タイムを出せなかった。クラッシュで左足に5センチの裂傷を呼び背中の痛みを訴えたため決勝は欠場した。 サンスポの出展92の1周目のデグナーカーブでクラッシュしタイムを出せなかった。ギアボックス交換のためゴグリッド広角のペナルティ。午前のフリー走行でクラッシュ事故を起こし91に参加できなかった。シャシー交換のためピットスタート。気温摂氏26度、路面温度摂氏40度前日の予選でクラッシュしたグロックは決勝レース危険となった。これにより、 トヨタは予選2位のヤルノ・トゥルーリの1台だけで決勝に臨むことになった。また予選でイエローフラッグ虫やギアボックス交換のペナルティよりスターティンググリッドが大きく変更となった。また土曜日には正式なグリッドが発表されずに混乱した。ペナルティは違反した順番に消化していくので同じペナルティを受けても実際に降格したグリッドは異なるということが起こった。 例えば、アロンソとバリチェロは共にキハタムシでも、グリッド広格処分が下ったが、実際はアロンソが4、バリチェロが1と異なったペナルティーとなった。オープニングラップの S 字コーナーを通過する各車タイヤは、ほとんどのマシンがハードタイヤを選択。上位陣では2番手スタートのハミルトン、4番手スタートのニック・ハイドフェルド、8番手スタートのスティルがソフトタイヤを選択。 スタートでは13番手スタートのブエミが動けず、3番手スタートのハミルトンがカーズにより、トゥルーリをパスし2番手に上がる。4番手スタートのハイドフェルドは、カーズを搭載した5番手スタートのライコネンを抑えることに成功する。その後方では、スーティルが7番手、コバライネンが9番手と順位を上げる。ポイントリーダーのバトンは11番手に下がる。ピットレーンスタートのウェーバーが、 ヘッドレストを直すために1周目にピットイン。ここで給油も行いコースに戻る。しかしウェバーは2周目、4周目にもピットストップを行うこととなる。4周目にバトンが首座をかわして9番手に上がる。7周目に入り、9番手のスーティルが8番手小払い年に迫り、オーバーテイクのチャンスを伺う。十三周目の試験員でスーティルが小原年に仕掛けるが、 二台が接触、その二台をバトンがかわして八番手に上がる。スーティルはさらに首差、フィジケラにも先に行かれてしまう。十五周目に上位陣の先陣を切ってハミルトンがピットイン。タイヤをハードタイヤに変えて七番手でコースに復帰。同じ周回でスーティルもピットイン。ドゥルーリは次の周回でピットイン。タイヤはハードタイヤのままで。 ハミルトンの後ろに戻る。17周目に、バトンとフィジュケラ、18周目に、トップのベッテルとその後ろを走行していたハイドフェルド、ライコネン、バリチェロが続けて、ピットイン。ベッテルは1番手のままで、コースに戻り、その後ろにピットストップを行っていないロズベルグが2番手まで、順位を上げてくる。そのロズベルグは24周目にピットイン。ハードタイヤのままで、コースに戻る。 27周目にチームメイトの中島がピットイン。29周目と30周目にルノーのクロージャンとアロンソがピットイン。タイヤをソフトタイヤに履き替えてコースに戻る。ここで中島とルノーの2台が1ストップ。5番手のライコネンはファステストラップをマークしながらハイドフェルドとの差を詰めていく。そのライコネンは35周目にピットイン。ソフトタイヤで コースに戻るが、渋滞の中に飛び込むことになる。次の集会で、ハイドフェルドが、ピットに入るが、作業に時間がかかり、ライコネンに先を行かれてしまう。さらに次の集会で、ハミルトンが、ピットイン。トゥルーリは、燃料が軽い状態で走行を続け、2周後に、ピットイン。ハミルトンをかわして、コースに戻る。さらに次の集会で、トップのベッテルが、ピットイン。 作業に時間がかかるも順位は変わらない。同じ周回でポイントリーダーのバトンもピットイン。チームメイトのバリチェロは42周目にピットイン。バトンの前でコースに戻る。残り10周となり、アルグエルスアリがピットインを行うが、次の周回の 130R で大クラッシュ。パーツがコースに散らばり、セーフティーカーが出て、同一周回のマシンの差が一気に縮まってしまう。 最後のピットストップが残っていたロズベルグは真っ先にピットに向かう。ロズベルグはピットストップのタイミングでブラウン GP の2台と順位を争っていたがセーフティーカーが入ったことによりペースが下がりブラウン GP の2台さらにはハイドフェルドの前でコースに戻る。優勝したベッテルと2位のトゥルーリ50周目にレースが再開。残り4周の戦いとなる。トヨタは 初優勝を目指し、ベッテルに迫りたいところだが、周回遅れのグローダンが間に入り、ベッテルに近づけない。4番手のライコネンは、カーズにより3番手のハミルトンに迫るが、かわすまではいかない。トップのベッテルは2番手以降との差を徐々に引き離し、そのままトップでチェッカーを受ける。3年ぶりとなる鈴鹿での日本グランプリを、鈴鹿初挑戦のベッテルが圧勝で制した。番手は、 トヨタのトゥルーリ、トヨタは母国グランプリで初の表彰台を獲得した。3番手はこちらも鈴鹿初挑戦のハミルトンが表彰台を獲得した。鈴鹿でベッテルが優勝したことにより、ポイントリーダーのバトンとの差が16パートになったことで、わずかながらタイトルに望みをつなげた。これにより、ドライバーズチャンピオンとコンストラクターズチャンピオンの争いは、 ブラウン GP の二人とベッテルによる三つどもへの展開になった。ティモグロックは予選のクラッシュの影響により欠場。ありがとうございます。